また強くなっちゃう。せえよ、イチ。あんたが会長？お前はいつだって遅いんだ。使いに行かせても、しのぎに行かせても。なんで、星野会長を。偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったってあんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする。何？おい一番なんてな。この選挙区が若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも。冗談言うな。万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った。若はな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を。ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろそんなことは。白黒つけようぜ、イチ。くそ、なんか持ち出しやがって。なに、恐れることはねえさ。だってお前、前回戦った時勝てたんだろ。そうだけど、多分勝てたのは運が良かったからだ。それか、向こうが手を抜いてたんだろ。それに、
沢城の頭は武器を操らせたら最強なんだ。刀なんて得意中の得意だぜ。なるほど。いずれにしてもこの戦いはきつそうってことか。ねえ、殺しの荒川組の若頭だ。ヤバそうな気配がしたら無理して突っかかるなよ。了解。さて、してみろ。勝てると思ってる？セーラー！ちょっとおとなしくしてて。さて、ほら来いよ。行く。ゼア！派手にぶちかませ！